はい、初のバンピーボックス YouTube チャンネルでーす。これは YouTube を見てる人だけ見れる動画でございます。皆さんはじめまして、 YouTube チャンネルでバンピーボックスでございます。はい、そんなこんなで本日は何日ですか。今日は22ですね。はい、8月の22日、いよいよ9月の26、27日に、なんだっけ、ストレンジコネクション、ストレージコネクション、町劇明石の方で舞台をさせていただきます。はい、今日はね、その稽古なんですが、今日は、中村大輔、劇団よろずやの中村大輔くんがお休みなんですけども、それ以外全員揃っております。で、チラシの方が、今回できまして、もうちょっと前にゴー。ね、チラシの方ができまして、これが今、昨日かな、明石、違う、ごめんなさい、神戸の元町映画館の方にありますので、元町映画館に近くに行った際にはぜひお立ち寄りください。チラシの方あります。あと今からまたね、いろんなところで置かれると思いますので、ぜひ見ていただきたい。そしてこちらの公演、なんと5公演、26日に3公演、27日に2公演、そして27日にオンラインの方でもさせていただきますので、まあね、ちょっと今若干コロナ禍なので、あと遠方の方とか見に来にくい方はぜひオンラインの方でも楽しんでいただけたらいいかと思います。でこちらの公演なんですけども、今回その、コロナ禍のため感染症対策ということで、またね、席数前回の風合いと同じなんですけども、かなり席数の方絞っております。ワン公演なんと20席です。20席しかないので、お早めにご購入ください。かなりゆったり見れますので、あとまあこちらの方も感染症対策ガイドラインに沿って空気の入れ替え、あとアルコールの消毒、マスクの着用、あと何、あ、席ね、席を減らす、そして観客席と客席との間を2メートル空ける、いろんな感染症対策も全て万全にしておりますので、ぜひ見に来ていただきたいでございます。さて、こと今回の見どころ、もう誰か言って、俺ばっかり喋ってるわ。はい、今回の見どころは、ですね、まずその前に客演の方をお呼びしまして、今日お一人お休みなんですけれども、はい、劇団、言っていただきましょうかね。はい、わかりました。劇団コンパスの綾野佐藤ちゃんです。イエーイ。音羽咲也です。咲也です。なんだそれ。イエーイ。はい、また一人いるよ。よろずやの中村大輔です。イエーイ。事故やって。事故。見どころその2、はい、その2、はい、見どころはですね、2つ芝居があるんですけど、ですね、まあ、ストレンジコネクションということで、まあ、その中で、ナイスストレンジャー、ナイスストレンジャー、というのと、Be Alive、というのがあります。でこれ2つとも全然違う内容なんですけども、まあ、2つともなんかその人と人とのつながりというかですね、まあ、出会いがあって別れがあるけど出会いがある、そういったね、中でこの中で私たちはどういうふうに生きていけばいいのかということをですね、パルさんがですね、切に感じてチョイスした台本になっておりますので、非常にですね、面白くもあり、何かほっこりするといいますかね、とても全然ちょっと話のそのテイストは違うんですけど、まあ、共通のテーマがあるかなというふうに私は考えておりますので、ぜひこれは必見ですよ。これは必見だ。必見だ。必見だ。本当に、まあ、そんな感じで頑張っておりますのでね。100名さんはどうですか、このバンピーボックスの
お芝居に今参加して、どういう感じですかね、あのあ、すごいあのメンバーの皆さん面白くて面白いので楽しいです、ありがとうございます。面白い推しですね。面白い。でもあのいろいろ難しいところはあるので、あの先輩方に支えられながら頑張ってます。本番まで頑張ります。イエーイ、ありがとうございます。私もかー。じゃあ佐藤ちゃん、佐藤さん、パワフルだよ。もう楽しい重視だなって思います。もうそれって最高なことですよ。やってる側も見てる側も楽しい、もうこれを 100% 楽しいに決まってんじゃんということで楽しんでいきまーす。まああと一人ね、今日来てないんですけど、中村大輔と、男の子がいるんですけど、この子もあのパワフルな感じでね、あの非常に今回ね、あのやっぱりね、あのすごい、まあ、私たちであのバンピーボックスのこのマルさん、ヒトニグチャ、ジュンのユージなんですけど、まあ、それプラスのこの力強い百円さんが本当にパワフルで面白いので、見応えのあるお芝居を作ってくれると思います。これは本当にぜひぜひ9月26、27、明石にぜひ来てください。面白いですよ。はい、そんな感じで、私は思ってますけども、ユージはどうですか、今回。今回の芝居は、やっぱり、同じチラシです。はい。そうですね。2本、まあ、本があるということで、すごく、客演さんにということで、すごくあの見応えのある、そしてパワフルな舞台に仕上がっていると思いますので、これから丸さんがどんどんあの演出をつけていって、あの素晴らしい舞台になると思うので、皆さん楽しみに待っててください。イエーイ、はい、じゃあ丸さんどうですか、YouTubeYouTube ね。YouTube 動画。YouTube 動画です。まあね、YouTube のための動画を撮るのは今日初めてなんですけども、今までね、Facebook の方の、動画配信のやつを貼り付けたりとかしてたので、まああんまり面白くない。やっぱ YouTube は YouTube の動画をやってみようということで、今日初めてこういう形でさせていただいたのでございますか。うん、まあそうだね。演出は結構楽しいですよ。今日で4日目かな。結構。ちょっと4日目、うん、4日目で、本当久しぶりって言ってもあれか、エブリワンラジオはいたもんね、いっぱい。エブリワンラジオ3人いたでしょ。あ、客員。ゆうきちゃんがおって、なおさんおって、まあ、だけか。で、その時ゆうじが初めてやったな。で、じゅんはその時はね、本番ね、いろいろ受付とかやってくれたんですけど、今回はね、まあ、バピボックスとしては前回は Who Are You は4人でやって、で今回はなんと3人いきなり、非常にフレッシュ、うん、刺激的、盛り立て、刺激的、非常に面白い舞台になっていると思います。まあ、演出もいろいろこれから何言ってんねやろう。でも面白いと思いますよ。でも今回2つなんで、1粒で2度おいしい。まあ、ビーアライブとストレッチ、何とかな、ナイスストレンジャーなんですけども、本当にどっちもテイストの違う。ナイスストレンジャーに関してはフル全員7人フルで出ます。で、もう1つの方のビアライブも何だかんだ言って出るもんね。そうですね、結局ちょこっとどうもね、うん、出ますので、でまあどっちが面白いかっていうと、みんなで決めて、勝手に見た人がどっちが良かったかはで、僕は今回は役者としては、頑張るぞ、かわいい、頑張るねと。で今回の公演が終わった、ちょっとコロナ禍なんでね、いろいろ計画が立てにくくて、また
またねちょっといろいろとやっていかないといけないのですが、ね、なかなか劇団コンパスさんあとよろずやさんで音羽ちゃんは声優やってるんですけども、なかなかね本当にこの芝居演劇業界大変でございます。なかなか計画立てれなくて、もう僕らやれてるだけで幸せでございます。本当にありがとうございます。あのねたくさんできない方とかあとオンラインだけとかねのところも多い中、こうやってね稽古ができるだけで幸せでございますけども、うん、まあとにかく今回、まあ、なんとか9月頑張って成功させて、それが他の劇団さんとか見てなんだできるんじゃんとか思っていただけたらいいかなと私は思っております。はい、どうですか？よろしい？はい、そんな感じでね、あのちょっとまた YouTube の方だけでしかできないことの企画も考えて、9月の26日まで何かこう発信していけたらいいと思いますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録といいねのお願いいたします。これができるとなんとあなた YouTube から生放送できるようになるんですよ。うわ、あのいっぱい人が増えるとね、登録者増えないとできないんですよ。はい、そういうねちょっと縛りがありますのでね、まあ、かなり遠い道のりでございますけど、ちょっと YouTube の方もちょっと頑張って、はいね、ツイキャスもしようかなと思って、うん、だってライブ配信できないじゃん俺。あ、何聞こえない今何かそんなことないです、できますよライブ配信もできますよ、やってもいいんですもんだって。はい、そんな感じで、ね、これ T シャツね、パンピーボックスの今日黄色初めて着たんですよ今日袋。はい、ずっと黒着てたんですけど今日黄色着ようと思って黄色にしました。はい、なね、いろいろあります。これ T シャツも販売しますので買ってくださいね。はい、買わないとみんな生活に困っちゃう、何も困れへんけど、はい、こんな感じで、今度またあの大輔とかみんな揃った時にね、配信したいと思いますので、ちょっと俺だけアップです。みんな最後近くに来てください。それでは初の YouTube だけチャンネルの動画配信でした。また見てくださいね。ありがとうございます。ではね。ありがとうございます。じゃあ、もう一回最後に、9月の26、27。タイトル。ストレンジコネクション。場所。BB で、お送りしますので、チケットの方は、2本見れて3000円。お安い。本当か。で席もね、20席限定で、ワンドリンク付きでございます今回。ワンドリンク付きですので、お好きなお飲み物を飲んでいただきながらゆっくり見ていただけると思いますので、ぜひ来てください。はい、感染予防対策の方しっかりしてますが、体調悪い方はくれぐれもご無理なさらないで、オンラインで見てね。オンラインもあるぞ、金額未定。はい、やりますけど、またやりますので、ぜひ見てください。それではね、はい、ありがとうございました。またねー。